コツカダンダレンオスタショーのアナベルです。フェルです。はい、というわけで今回も、ジョジョコラボ第7弾ですかね。今回は、知性を持つプランクトン FF というキャラクターを使っていってみたいと思います。これはなんかね、いろんなところの星5制限のその適性とか使用履歴とかを見ると結構ちょいちょい目にするんだよね。第1弾のそのね、コラボのガチャキャラなんだけど、そうだね、結構入ってるね。まあなんといってもこのスアビーにアジンキラー M があることによって、そのね、砲撃型のハイクロススティンガーがエグそうだなっていう感じがあるんですけどね。うんうん。あとはギミックも多いし回復持ってるしっていうことで、なんか結構やりたい放題な感じがありますね。あー、出た、フーファイターズ。フーファイターズ、はい、ね、そう、これもねちょっと楽しみに見ていきたいと思います。はい、行きましょう、行きましょう。ここでこのキャラ使えるじゃん。はい、というわけでまずやってきたのが、星5制限クエストマンティコアですね。挟まる箇所が多いんで、どっちかって言えば反射キャラ多めの方が、立ち回りやすいと思うんですけど、まあ、うん、こいつは攻撃型なんで友情にフォーカス当ててっていう感じですかね。友情どれぐらい強いからね。ね。おお。ちなみにね、隣にレビアタン、バランス型のクロススティンガーだからね。おー、クロススティンガー、高反対。うわー、熱い。おやおや、これは。これは。ブロック対応してんだもんな、そっち。そうか。うわ。なるほど。おお、これは。てか、あれだね、僕は、この FF を利用すれば、はい。水ハンネル機が体験できる。あれあれあれ水ハンネル体験するとしたらハマってない。確かに、そういうことね。うーわ、こける。まあ、ちょっとね、俺のレビアタンこれの遊撃 M 食っちゃってるんですけど、それより威力高いんだもんね。確かに。やば。ああ。一体でこの火力かよ。お前どうでもいいがマンティコアって見た目じゃねえな。なんかね、名前負けしてるというね、言っちゃ悪いけど、かわいい、かわいい、くれ今度こそ俺のファンネル。いやー、強いファンネル、溶け出せ敵。まさか、やつもニュータイプだというのか。我が空腹を満たす、どっちかというとこれ乗られてる方だけど、確かに確かに。いいよ、威力なくなるってこんなの。いや、実は第一弾自分まともにやってなくて、あの FF 自体は持ってたんだけど、実はね、あの一回も使ってなかったんだよね。これ使ってこなかったの損してんだ完全に。もう使用回数見たら2だって、これで3だな。ね、あ、これ SS たまらんて。確かに。うわ、レビアタンのも結構強いんよ。情報修正でやってね、このロススティンガーもらって結構強いんよ。あべ、あー、スパイカーズ見れんかった。倒すな、倒すな。それならロボットで倒す。意外と
あれ今マティコア、はい、マティコアの声渋かったね。イケボだった。俺あの FF7 のレッド30みたいなの想像してたんだけど。ああ。はい。じゃあね、ちょっと、これの上が見たいんでね、もう一個行ってみたいと思います。はい。ここつか。はい。で、ポンとやってきたのが、究極の、ラングラングラーですね。究極。コラボのね、チョコには、戻ってきた第一弾のキャラクターですね。に、前回紹介したアヌビス神と、小雪を、出しました。次に行きましょう。ボスがね、亜人なんでね、恐ろしいことになるのではなかろうかという。なるほどね。亜人キラー M。人に見られたらまずい。早っ、早っ、あれもうスキップからだね。ジャンピンジャッククラッシュ SS 打てんて。ジャンピンジャックフラッシュ。あ、そっか、剣で触んないといけないから、そっか。でもこういうの、だいたい剣で触れば優勝火力も上がるんじゃない？違う。剣で触って小雪の優勝を誘発すれば、多分。うわぁ！無理だね、こういった剣に触りすぎるとさっきの爆発キラーのさ、うん、あ、でも剣になしの結構出てんな。あ、剣には3体同時処理しちゃうとさっきの、ね、ああ、そういうことか。うん、1体だったらいいな。これでね、爆発に出してパワーパ身を殴り。もう全然剣技なしで軽く出せるくなくなってる。完全だったら全然いけると思うね。つかマジであの短縮されちゃったから SS が止まってない。またプランクトン見られないとなっちゃうよ。やつで。なんか強制してグダったら逆にあのね、半数の感じで即死食らうかもしれない。いやだって本人さつなくてこれ。やってんね。やってんね。もうアヌビス神も驚きのあまり口あぐりしてる。本当だよ。じゃあ行こう。おお。SS 見れず。ちょっとね、SS 見れてないんで、まちょっと。はい、カット入れるんで、ちょっと SS だけ見に行きましょう。もう一回。そうだね、SS だけ。OK。さて。行くぜ！めんどくせぇ！あー！強い。パンツね。ヘンリー触ってなくても強いやん。確かに。あー、これは強いね。結構あれなんだね。ジョジョは一段、うん、自分たちのコラボで完結してた感じなのか。確かに。強いなぁ。これ俺マジでこれまで使ってこなかったよ、マジ。普通になんか遊撃とか食わして、ね、ショコ回りたいぐらい強いんだけど。
まあね、キラー持ってるから殴りも強いんだけど、そのキラーがまた友情に乗ってくるし、その友情のね、点滅力も結構反則的なのがね、えぐいっすね。そうだね。友情にキラー乗るのが一番強い。これで確かこれって、SS の何確か今回さ、なんか強くなかったっけ、なんか、弱体化あ、なんか乗るんだっけ、うん、攻撃力と防御力が一定だ。あー、デバフが。あー。これあれだろ、コステラと一緒に組めるような感じになってるのかね。アビリティなんか被ってる。アビリティはね、16バリアでか、16バリアで被ってる。あ、じゃあ重力バリアのクイーンに行くじゃん。そうね、しかも反射貫通で撃種も違うから。そうだ。確かに、これはこれでね、相性は、まあ、行くクエストがまあね、あの属性の問題で光とか闇属性になっちゃうかもしれないんだけど、そうだ、あとはまあ、火属性か。なんで、うん、水で回復があるから、はい。HP 面は大丈夫で。いや、エルメスのさ、SS で暴れながら、この友情もぶち込んだら、やーべえな。それで SS 弾短縮で。うん、しかもこの人回復持ってるしね。そう、短くして。やば。はい、ちょっとね、この強さはマジで語彙力なくなる。だからね、もう、こう、コラボの星4号のガチャ券、これがあるからね、たまんないっすね。そうだね。はい。まあね、もう一体、ちょっと、明らかにこいつ化け物じゃねっていうやつがね、まだ一体残ってるんで、まあもう、ね、皆さんご存知だと思いますけれども、それはね、また次回紹介していきたいと思ってますんで、お楽しみにお願いします。というわけで、今回は FF のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイチャー。